私のピアノを通した音楽活動っていうところで、2つ自分の中でやっぱり実現できたらいいなって思っていることがあります。1つ目は割と身近なことなんですけれども、やっぱりこの日本において、もう北海道から沖縄まで全部こう日本中を通して、やっぱり少しでもこうピアノという楽器を好きになってくれる子どもさんとか若者が増えてほしいと。どうしてもピアノとかクラシック音楽ってもうほんの一部の人が楽しむためのものそうみでたすいに、なんかね。こうちょっと遠いものとして位置づけられてるような気がしなくもないんですけど、やっぱりそうではなくて、生の体温のある音楽っていうもので、ピアノって本当に言葉以上に言葉を超えることができるんだっていうことを、少しでも大衆に向けて、私自身がこうまやかしがないと思える範囲でやっぱりこう伝えていなきさったいてみなってた。いそううでのすはか。すごくあります。すごいそう難しですいか。ことなんです。やっぱり芸術って、芸術家としてあるべき姿っていうのは絶対的にあるから、それから本当に芸術に真摯に生きている人たち、私もそうありたいと願ってる一人ですけど、やっぱりそのあるべき姿に対して敬意を持ちながら、やっぱり広く大衆に向けてこう広めたいっていうと、ついついこうもう本当にこう本当難しいことで、大衆に向けようと思うとね、芸能人のようなそういう感じでバーってできる方が訴えは強く思われがちなんですね。だけどその合間を縫いながら、やっぱりあるべき姿を曲げ求なめいていくってで、ことですね。そう広めたいそな、れは素晴らしいことだと思います。難しい難なしといで思すうけんどですけど、ね。やっぱりそこをうまく縫えるような人間になれたらいいなっていうのはすごくあるんです。それが1つ目で、2つ目はこれは私自身のライフワークになるなって思って、多分誰しも芸術家であれば思うことっていうか、自分だけができることって何かあるだろうかって思うと思うんです。こう自分にしかできないことってこの世に生まれてきて何かあるかなって思うと思うんですけど、その時に私は非力な人間ですけれども、やりたいな、できたらいいなと思うのが、作曲家、土田英介の作品をやっぱり世の中にこう時代に残したいっていうのはすごくありますね。そうこでれすはか。例えば彼の作品に「ピアノコンチェルト」をもらったりとか、私と出会ってから書かれた作品とかでもらったりとか、また今年の9月に個展もあって、初演をもうやんなきゃいけないんですそうでけすれどか。も、本当に作曲家といってもたくさんいるんだけれども、私にとっては孤高の人だなと思える存在で、でその大変地味で大変誠実で、でもこう、もう頭の先からつま先まで、頭のてっぺんからつま先まで がこう全身音楽でできているような人で、その生きです様をか。見ていて、その作品をやっぱり演奏していきいたきいったいというていこうとのですはね。すごくあります。これはもうライフワークだなって。 CD が4枚出ていて、そうですか。私は最後の部4分枚目でを聞すかせて。ね。でそれは本当は私が一番好きで、多分4枚出させていただいている中の最近のものは、私が一番楽しんで作ったものだなと思そうでいすます。か。ファーストアルバム、特にセカンドアルバムも「リストのピアノソナタ
と一番大きな作品なんですけど、はい、リストのピアノソナタと土田英介のピアノソナタというの2曲、はい、あの入れて、はい、それで出させていただいてるんですけど、そうですか、やっぱりもうファーストアルバム、セカンド、サードアルバム、また3番目がこうベートーベンのソナタを入れたんですけど、はい、どれももう本当になんか精神的にもうのめり込んで、やっぱりすっごく簡単に楽しかったとは言い難いぐらいやっぱ苦しい中から生んでいったっていう感じがあるんですけど、今回の4枚目はのリストの作品集はすっごくピアノのピアニズムっていうか、こうブリリアントなピアニズムがこうふんだんに盛り込まれてる、私のピアノの一番好きな部分を描ける、あのそういうものだったので、私は4枚目が一番楽しく、あ、そうですか、なんかそういうことが伝わってくるような感じだったですよ。なんかこう普通は若いと、あの20代とかファーストアルバムが楽しくって、だん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 精神性が増していくっていう感じがいいだろうなと思うんですけど、4枚目が、まあ、だけど弾くのがとても鮮やかに難しい、ブリリアントで難しいので、多分どん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 年を重ねていくと弾けなくなってくるかもしれないとか一瞬思って、いや多分弾けると思うんですけど、はい、だけどそのやっぱりもうちょっと年を重ねるとまた違う境地をやっぱり描きたくなるだろうって思ったのでリストにしたんです。